大学生の娘はかなりの美人で賢く性格もの良いので異性からよくモテるようですしかし男を見る目がありませんイケメンだけど女癖が悪かったり定職についていなかったりタトゥーを率いたり悪い男ばかりと付き合います家族は優秀な人間が多く娘は家族を尊敬しているというのになぜうちの家系にはいないタイプの男ばかりを選んでしまうのか全く理解できませんこの私の悪い男と結婚するのではと不安です悪い男を選ばせない方法があったら教えていきたいですえっと悪い男と付き合いまくった方がいいですよ要するにその あの自分が。 その関わっってててない人に対しし興味を持ってしまうんですよね要はその多分まともな真面目な家族親戚が多いと思うのでなんかそのあの割とそのなんか人生棒に振ってるみたいなのとか働いてませんみたいな人に興味を持ってしまってこの人ってなんでそれで暮らしていけちゃうんだろうみたいな興味を持ったりするんですよね普通だったらなんか一生懸命勉強してなんか学歴を持っていい会社に入るのが当たり前なのになんか思いつきで仕事辞めちゃってとかいい年なのにフリーターとかででも自信満々みたいなそれ 単に頭が悪いから自信満々なだけなんだけど、まあ、それが分かんなかったりしてこの人って何で自信満々なんだろうすごいとかなんかあの音楽の才能かっこいいみたいになるのになっちゃいがちなんですよ要は若い頃ね自分の知らないものとかに興味を持つのでで今の時点でそういうタイプと付き合わせないってやっちゃうとその。 結婚する年齢の時に駆け落ちして結婚みたいなパターンがあるので、今のうちは逆にダメな奴といっぱい付き合わせといて、あ、ダメな人って世の中にいっぱいいるんだ。別にこういうタイプ珍しいわけじゃないんだと。で、友達としてとか彼氏とかで、そのなんか半年とか付き合う分にはいいけど、もう長期的な関係を築いて家庭を築くには向いてねえな、こいつらっていうのを身をもって分からせなきゃいけないので、悪い男に騙されて金取らえましたとか、なんかその、はまされたんだけど、 握られましたみたいな経験をもうちょっとした方が結婚相手を間違えないと思うのでなので僕は逆にその悪い男と付き合うのはいいことなんじゃないかなと思います。